こんにちは、スポーツトレーナーの影山です。今日は上腕三頭筋とももの裏とあと腹筋の上部にエネルギーを作っていくトレーニングです。で、マシンは、こちらのマシンを使います。トレーニングの特徴としては、短時間で、そして、負荷をあまりかけない、でも筋肉痛はしていい体を手に入れる、そういうトレーニングになってます。じゃあ早速まずはこちらの、トレーニングマシンからやっていきます。で、特徴としては肘を上げた時に反対側の膝を曲げて三頭筋とももの裏にエネルギーを作っていくというのがポイントです。で、こちら、左の三頭筋とあと右のももの裏、こちらをまた反対側もやっていきます。続いてこちらの台でトレーニングを行っていきます。で、ポイントは小胸筋を内側に入れるということでエネルギーを作っていくというのがポイントです。で、最後になりますが、こちらのマシンで、トレーニングを行います。こちらは、肘を曲げて膝を曲げて、三頭筋とももの裏にエネルギーを作ります。今回腹筋の上部と上腕三頭筋とあとももの裏に言いますかね、ももの裏にエネルギーを作るトレーニングでした。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。